町田市に本拠地を置くサッカー JFL の町田ゼルビアの J2 昇格が今日正式に決まりました。はい、下川です。この J リーグチームに恥じないように精一杯頑張らせていただきます。チームの運営会社ゼルビアの下川社長は、 J リーグのチェアマンから J2 昇格が伝えられると本当にほっとしたと笑顔を見せました。町田ゼルビアは昨日終了した今シーズンのリーグ戦で3位となり、 J2 昇格基準の4位以内をクリア。ホームでの平均観客数3000人以上、健全な財務状況などの基準も満たしていました。直後に行われた会見で、町田市出身の津田首相は今後の抱負について次のように話しました。厳しい戦いが待っているというのは覚悟しています。ただ、自分たちの夢に挑戦できるということで、すごいワクワクした気分が、将来的にはやっぱり、町田の子供たちが、この町田ゼルビアの選手になるっていうことをもっと強い目標に持ってもらいたいと、そういうチームになってほしい。町田ゼルビアは FC 東京、東京ヴェルディと並ぶ東京で3つ目の J リーグチームとして来シーズンを迎えます。